はい、今回は NES の第2弾になりますけども、ファミコンとのね比較をしておこうと思います。 NES 巨大戦艦のようにでかいんですけども、まあ、デザインはですねやはりかっこいいですよね。まあ、対するファミコンはやはりおもちゃ的な感じがまだ残っています。そして大きさですがどうでしょう。やはり設置面積も全然違いますね。奥行きはですねだいたい同じです。ほぼ同じ奥行きになっていますが、高さもそうですね、本体そのものはですね全然2倍ぐらいあるんですが、コントローラーが日本のやつは飛び出していますので、そんなに高さが違いは見られません。ちょっと上に乗せてみましたけども、まあどうでしょう、 1.8 台分ぐらいでしょうかNES やはり大きいですね。大きさはそんな感じなんですが、ファミコンには拡張端子がついてますね。あと NES にはですね RF 出力の他に AV アウトもついてます。次はコントローラーですけども、やはりね本体色に合わせてそれぞれのカラーリングになっていますね。まあ日本ではもうおなじみのこのね金ピカプレートがついています。コントローラーの大きさは、まあ、若干NESのが大きい気もしますけども、ほとんど触った感じ同じですね。ちょっとNESの方が大きいかなと思います。あとはこのコントローラーのボタンの位置はもうほとんど日米というか日本版と海外版同じですね。で、NESのボタンくぼんでいますけども、日本のファミコンもくぼんでいましたね。ちょっと今映ってるファミコンのコントローラーがゴムのやつなんで比べられないんですけども、ちゃんと日本のファミコンもくぼんだボタンでした。で、このコントローラーなんですが、ケーブルがですねめちゃくちゃ長いんですね。日本のファミコンを触った後だと、なんでこんなにケーブルが長いんだというぐらいにこんなにあります。まあ単純にリビングが広いのかなと思うんですけども、あとはまあ本体的にですねあのラックかなんかに収納してあるので、テレビから結構離れる必要があるということを考えると、まあケーブルが長いのかなと思います。今ちょっとファミコンのケーブルも束ねてみましたけども、まあこのようにですね明らかに長さが違うなと思います。で、まあ、せっかくですねなんとなくさっきからちょこちょこ映ってるこのガウですね、ガウ、こいつメジャーなんですがまあ測ってみようと思います。100センチということでピッピッピッとやってきます。まあおおよそですね、正確にはちょっと測れないというか、そこまでの情熱はないんでまあ大体の大きさです。で、まあここでもう100センチですね。ちょっと4倍速で回してしまいますね。で、もう1回いきますね。ここで2メートルです。さあ最後2メートル、どうですか、2メートル3メートルありません、2メートル30センチですね。2メートル30センチのNESのコントローラーのケーブル、対する日本のファミコンはですね取り外せないんですね。取り外せませんので、さあどうだ、あれ1メートルもない、1メートルもありませんね。いきなり踏ん詰まった。さあ数字はどうだ、79、まあ80センチですね、80センチ。いや全然違う、3×24、3倍弱NESの方が長いですね。で、ファミコンってせっかくね
80センチしかないにもかかわらず、あのコントローラーのケーブルの出てくる位置が後ろのため、後ろにあるため、このね前に持ってくる分20センチほど無駄にしています。実質60センチぐらいなケーブルですね。まあ日本のテレビの場合どうでしょう、お茶の間といった感じでですね、まあそういう感じでしたので、まあそんなにこれでも良かったのかなと思いますけども、実はですねコントローラーの端子ってこの前面についてるんですよね。このケーブルがですねこの前にカチャッとこのようについてて、後ろに行って再び戻ってくるという形になっていますので、バラすとですね思ったよりも長いんですね。こいつファミコンのコントローラーを取り外したやつですけども、こいつを改めて測ってみるとですね、ビュンと、まあそれでも1メートルはどうでしょうか、あ、1メートルぐらいですね、1メートルあります。まあネスに比べて全然まだ負けてますけども、まあ実はそこそこ長かったというわけです。このガウメジャー役に立ちました。ちなみにこのメジャー収納はですね手動です。手で巻かないとダメまあちょっとこんな感じでコントローラーケーブルの長さを測ってみましたけどもまあだから何といった感じはしますけどもね、まあこういった感じになってます。最後にカセットカートリッジの大きさの比較ですが、判定のでかさですね、でかい、間違いなく2倍はあろうかと思いますので、もう1本上に乗っけます。おおまあこんな感じでですね、ちょうど2本分ですね。ネスでかすぎです。厚さはですね同じぐらいですね、厚さは変わらないんですが、でかい、あ、端子の数も違いますね。60ピン、ファミコン60ピンに対してネスは72ピンということで、そのままでは互換性がないといった感じになってます。このへこみ重要でしたね。ではこのマリオ3をプレイして今日は終わりにしたいと思いますけども、まあ立ち上げてつけたところでですね、北米版マリオ3、日本のマリオ3と同じですね撮影してから気がついたんですが、もしかしたらピノキオの部屋みたいな、部屋じゃないか、家かみたいなところ行けば、ピノキオ、ピノピオでしたっけ、忘れちゃったなんか喋っていたと思いますので、もしかしたら日本語じゃなくて英語で喋っている可能性がありますけども、撮影し忘れました。しまった。このスーパーマリオブラザーズ3、1988年の作品ですけども、まあ、ファミコン登場からね5年が経過していますので、まあ、スーパーマリオ1と比べても表現力の差が全然アップしてますよね。同じファミコンとは思えないぐらいな、多彩なこうマリオの動きというのかな、すごく進化しています。ネスと全然関係ない話でしたね。はい、ちょっと最後はねネスと関係ないお話になってしまいましたが、まあネス編いよいよクライマックスということで、ネスとネスクラシックをちょっとね比べてみたいんですが、うわネスクラシック小さといった感じで、さらにニューネス編へとつながっていきます。ニューネス
NES2 と言われていました。ではまた。